今年で29です。結婚しています。2年付き合ってで結婚してから半年経ちました。やったきっかけはマッチングアプリです。結婚までできちゃいました。4人ぐらいお会いしました。でもなかなかその出会いまでいかなくて、その途中で会話が途切れちゃったりとか、あんまり会話が面白くなかったりとかで、で会おうって言ってくださったら基本会うっていう感じだったんですけど、実際会おうって言ってくれたのは4人だけでした。だいたい優しい方でしたけど、まあ1人だけあんまり私と価値観合わないなっていう人がいたので、でその人とは1回会ったっきりなんですけど、なんかこれからもって言われたんですけど、静かにフェードアウトしてしまいました。すごいポジティブな人なんで、私は結構ちょっとネガティブ寄りなんですけど、その結婚する上でマイナスとマイナスだったらどっちも崩れていってしまうと思ったので、気分を上げさせてくれるっていうわけじゃないですけど、新しい方向を見させてくれるっていう価値観を持ってるのがいいなって思いました。成立しないと思います。個人的な主観ですけど、友達は選ぶタイプの中に一緒にいてもいいかなっていうハードルがあるので、なんかそこ超えたら、まあ、付き合うに行ってもいいかな別にとか思っちゃう。なんかあまりうまく言えないんですけど、どっちでもいいと思います。まあ、出してくれたら嬉しいですけど、いや私出すよとは無理には言わない。出すよって言われたら ありがとうって言うし、何千円ねって言われたらはーいみたいな感じです。記念日とか何かの節目の時はなんかちょっとおごってほしいなって思います。秘密ができたら、言えないことができたら、言えないことができたら浮気とは言ったんですけど、要はバレなきゃいいと思うので、匂わせは全くなしでお願いしますって感じです。あんまりなかったですね。いや今だったら何も言わずに証拠だけ集めていって、お金をもらうためになんとかいろいろやろうかなみたいな感じですね。浮気とかじゃないですけど、その誰とも遊びに行っていいから、まあ私も誰とも遊びに行っていいよねっていう感じなので、私ちょっと男の人が好きそうな趣味を結構してるので、それは今思えばちょっと良くなかったかなとは思います。個人的ななしだと思います。万が一何かあった時に女にかかるデメリットが多すぎる。逃げられた元も元も子もないので、キスとかハグで幸せな気持ちになるかどうか、フィーリングなんですけど、この人のこと好きなんだなっていうのが脳で感じられるみたいな、消去法みたいなのになるんですけど、唇乾燥してないとか、ちょっと周りのヒゲちゃんとしてるとか、口臭くないとか、なんかそういう感じだと思います。中学2年生ぐらいですね。彼氏でした。多分初めてだったと思います。犬いるから家においでよって言われて、で行った時に、まあ、私も興味あったんですけど、強引ではないけどちょっとされた感じですね。キスはあるかなとは思ったんですけど、ちょっとそこまで行くと思ってなかった。お家だから、なんかお家の人もいるだろうしって思ってました。ノリの嫌とガチの嫌を見定めてほしいなと思いますね。今の人は基本そうやめてくれるんで大丈夫なんですけど、これ言ったらやめてっていうのを決めとくとか、ダメは大丈夫だけど無理とかいらんとか言ったらもうガチでやめてみたいな。お水持ってきてくれたりとか拭いてくれたりとか、気持ちよかったよって言ってくれたら嬉しいですね。大事だと思います。15分ぐらい30分ぐらい、まあ、嫌いではないです。顎は疲れるけど我慢できる範囲にしてって言われたらする。
歯を当てないとかですかね。手で触ってるときはキスするとか。あ、聞いたことないです。反応は見て、状態的に無理そうだったらやめとくみたいなのは。え、嬉しいです。準備してくれるのはありがたい、ありがたい、うん、嬉しいなって思います。口の方がきですけど、でももう本当に恥ずかしすぎて言っちゃいます。体の性質上ちょっと乾いてきちゃうすごいなって思います。二つから感じられる。いつも相手さんがご用意をしてくれました。ないから生でっていうのは一回もないです。上に乗るのは足が疲れます。嫌いではないです。体力ないのでもう 1、2分が限界かもしれない。後ろは好きです。顔が見えないから顔を気にしなくていいですかね朝早いとかじゃなかったら別にいつでも大丈夫です。強かったんですけど、今ちょっと飲んでて、で飲んでからなんか何もさっぱりなくなっちゃいました。昔はなんか土日とかに体がうついたらやるって感じなんですけど、今日全然ないです。なんかびっくりするぐらい自分一人じゃ無理なので使ってました。中学生の時ぐらいだと思います。インターネットで広告が出てきちゃって、なんかちょっと興味本位で見てしまった時が多分きっかけかなって思います。漫画？同人誌見てました、読んでましたアニメのキャラとかの組み合わせの漫画を読んでたので、重視するのはキャラだし、あと、うん、シチュエーションはなんかどっちかっていうとなんかラブラブとかそういう感じだったと思います3ぐらいだと思うんですよ。それが最初で最後だったんですけど、お互いなんか盛り上がっちゃったので嫌ではないですね。まあ次の日仕事あったらちょっともうって感じやとは思います。私は結構した後はちょっと眠くなりがちなので、朝されるともう一回二度寝をしたくなります。夜はもう別に終わった寝るからもいいじゃないですか。普通に何回戦でも大丈夫です。用事がなければ別に。5人ぐらいですかね。3か4。友達からです。まあ、その時彼氏もいなかったので、まあ、付き合ってないけど、まあちょっといいなと思ってたので1回限りで終わっちゃいました。向こうにその気がなかったみたいですこの翌日ぐらいに告白したんですけど、ダメって言われてめっちゃショックでした。忘れられない元彼は一人いますね。多分合計で8年ぐらい付き合ってたと思うんですけど、もうお互いなんかくっついたり離れたり、なんかダラ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 しちゃってて、なんか私がすごいしんどい時とかにも、なんか人間関係疲れて、なんか家でベソベソ泣いてた時も会いに来てくれて泣き染めたりとかもしてくれたり、あとは中距離恋愛ぐらいみたいにしてたんですけど、毎回こっち来てくれたりとか、通学中になんか地下に会ってるって言ったら、もう早起きして学校違う場所なのにわざわざ電車乗りに来てくれて捕まえてくれたこともあったんですよ、うん。まあ、でも逆に私がその人を、うん、辛い時に助けられなくて、その元彼の身内がちょっと亡くならはった時にすごい本当になんか精神病んじゃって、その時にも私は全然助けることができなくて、で何とか頑張ってたんですけど、私も私の人生があったし、それでちょっとお別れはしちゃったんですけど、まあ今元気にしてたらいいなって思ってます。それでもあなたが選んだ道は正しかったと思うよ。はい、チャンネル登録お願いします。